スタートフィヨルド油田は1979年に創業を開始した北海油田を構成する油田、ガス田の一つである。北海におけるイギリスノルウェー間の海上国境に近いノルウェーの領海にスタートフィヨルド油田は位置しており、エクイノールやエクソンモービル、コノコフィリップスなどがこの油田を運営している。最盛期には日量70万バレル以上の生産工を誇っていた。 採掘された原油は海上で石油タンカーに積載、直接生成所に運ばれ、また天然ガスはパイプライン、シュタットパイプパイプラインを通してノルウェー本土に送られる。スタートフィヨルド油田は A、B、C の3つの石油プラットフォームから構成されており、いずれの石油プラットフォームも約25万トンのコンクリートと、 約4万トンの施設から成り立っている。スタートフィオルド油田はロシアを除く欧州において、原油及び天然ガスの日量生産高位置くらいの記録を有しているが、近年では生産高にも限りが見えており、日量7万バレル以下の生産高である。スタートフィオルド油田は、油田の創業としては晩年期を迎えており、元来の埋蔵量の60%以上を、 すでに採掘していることからエクイノールは天然ガスの掘削に重点を置いている。エクイノールは輸送圧を維持するために油田にガスや水を流し込むことで天然ガスの生産量を増やし2020年過ぎまでスタートフィヨルド油田を創業する予定である。2007年12月原油を石油タンカーに積み出す最中に数千バレルの原油が北海に流出した。 ノルウェー石油監督局によると、推定2万1750バレルが流出し、ノルウェーの流出事故では、過去2位の量となった。エクイノールによるとこの事故の原因は悪天候の中、貯蔵部位から石油タンカーナビアンブリタニカ号に原油を積み出したためとしている。シュタットイルハイドロー、シュタットフヨードレートライフ。2010年7月30日閲覧。 オイルスピルインノースシーオフノルウェー。BBC ニュース、http コロンスラッシュスラッシュニュース .bbc.co.uk スラッシュ1スラッシュハイスラッシュワールドスラッシュ,ーッシュヨーロッパスラッシュ 7140645.stm2010 年6月4日閲覧。スタートフィオールド油電源輸流出事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。